皆さん、こんにちは。あかねちゃんと、あおいちゃんのゲーム実況のお時間です。ドラクエ 5PS 版27の動画です。前回までのあらすじは、旧友のヘンリーに会いに行き、その後、天空への塔へ登りました。そこでは、天空人とマグマの杖があり、それを託されました。あれは託されたのか?さて、それで湖に沈んだっていう天空城へ向かいましょう。この湖の左の方に城が沈んでいるのが見えます。おそらく、この山で、マグマの杖を使えばいいのでしょう。道が開けるって、あれか。マルテグランドリオンやな。黒のトリガーは名作ですね。著作権許可が出ていなくて、プレイ動画を出せないのが残念です。うお、マグマが溢れてきた。やばいんちゃうの、これ。地殻変動です。どういうことか、前の岩だけなくなって進めるようになりました。ここがまた、長いんだ。どうした急に、口調が変わったで。トロッコやん。そうです。謎解き、とまではいかないですが、トロッコのレバーを変更しながら進んでいきます。ああ、確かにめんどくさそうやな。ということで加速します。でもトロッコは面白そうやけどな。そうですね。ダンジョンのエンカウントを下げておけばよかった。敵の出現率が高すぎなのです。いつの間にやら、葵も茜も、HP200 超えてるやん。そうです。レベル5だったのに、今では30超えています。幼少時代の主人公の旅と違い、スパルタな旅です。ちゃんと子供たちにホイ見かけてあげてや。定期的に、ベホマラーを使っているので、大丈夫です。ベホマラー?全員回復させる呪文です。そんな優秀な呪文があるんや。便利やな。しかし、MP 消費が大きいのが難点です。なお、このダンジョンでは、祝福の杖が入手できます。祝福の杖?これを道具として使えば、ベホイミの効果が出ます。MP 消費せずに、ベホイミが使えるみたいなものです。で、それ最強じゃね?便利なので、アカネちゃんに装備させて、呪文使うな、の命令にしておきます。あとは、適当に HP が減ってきたら、勝手に使ってくれて助かります。やっぱり私は優秀やな。何これ?いやいやいや、20年って。天空の民、来た。お、これが、祝福の杖か。そうです。これで、戦闘も、少し楽になります。ある程度終盤まで使えます。一度、
戦闘を見てもらいましょう。ほんまや、回復してくれている。これで安定します。これは素晴らしいな。囚人服？考古学者のルイのようです。まだ先は長いので加速します。なんかいっぱいトロッコあるな。切り替えスイッチもたくさんあってよくわからない。なんとなくそれっぽいのを切り替えて進もうとして泥沼になっています。何度か経路確認をして、どうすれば次へ進めるのか考えながらやる必要があります。うわぁ、面倒。そして、このエンカウントの多さ。泣いてくるな。やっと進めたようです。ジェットコースターやん。スーファミ版と違いリアルです。これで海底へ進んでいます。はい、天空城へ到着しました。ほんまや、湖の底やな。水浸しで進めません。空気はどうなっているの？沈んではいますが、バリアのようなもので守られているのでしょう。呼吸はできるようです。でも、ほとんどのところには行けません。確かに。ミルドラーズのような邪悪なものに落とされたとか。怪しさ満載やな。なんで、秘密の階段の位置とか知ってるねん。そして見つからない。発見。
ゴールドオーブ？どっかで聞いたことあるな。ってことは、もう一方にもオーブがあるはず。シルバーオーブ。あ、あるやん。ケマに壊されたやつ。マジでプサンは何者やねん。やっぱり邪悪なものの仕業か。レムールしろやな。この時ビアンカも10歳ぐらいのはずやのに、宝玉なんて難しい言葉、よく知ってたな。さすがはドラクエです。壮大なストーリー、素晴らしい仕込みです。でも、これ、結局ゲマに壊されるやん。父ちゃん。ゴールドオーブの回想シーンのはずなのに、なぜか涙が。
砕け散ってる。これじゃ、天空城はもう飛べないね。次の目的地が決まりました。妖精か。そういえば幼少期に妖精助けたしな。その時の恩を返してもらう時が来たな。はい、ということで今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。次は妖精の森を探します。久しぶりの妖精の国やな。チャンネル登録と高評価頼むて。見てくれて、大きにやで。